中日ドラゴンズキャンプ開始から3日が経ちましたけれども昨年から大幅に成長していて明らかに目立っている5人の選手についてご紹介していきたいと思いますまず1人目橋本投手のスライダーに立浪監督が驚いているというところですねブルペンで投球をした橋本投手のスライダーを見てなんや今のはというぐらい、まあ、立浪監督が驚いているとかなりスライダーのキレがいいようですね 橋本投手自身も調子がいいというふうに語っていて、このキャンプではいい感じに入れています。大塚コーチとともにシーズンの終盤に右肩を開かないで投げる。まあ、こうしたフォームに修正したと成績が大きく向上しているんですね。そこまでは結構フォアボールを多く出してしまうっていうのが、まあ、2軍でもあって、まあ、それで大乱調とか、まあ、そういった試合もあったんですけれども、このフォームの修正に、まあ、数週間ぐらい、まあ、ちょっと当番間隔を空けて取り組んだみたいなんですけれども、そこから成績が上がっています。 二軍ではフォアボールをかなり出してしまっていて大乱調とか、まあそういった試合も結構見られたんですけれども、まあ、終盤には連続無失点の試合っていうのがずっと続いて、一軍にも昇格して一軍でも無失点で初勝利上げて、そしてフェニックスリーグでもいい成績を残しているというような感じで制球力、そして球速ともに大きくアップしていて、まあ、加えてスライダーにも磨きがかかっているということで、まあ、今年は大きく期待できるピッチャーではないでしょうか。 やっぱり左のリリーフピッチャーかなり不足しているというところもありますからこの橋本投手まずは左リリーフとしてブレイクを期待したいなというところですねでは続いてある選手の体格が見違えるほどに大きくなっているとこちらについても見ていきたいと思いますネオ投手の体格が明らかに大きくなっています オフのトレーニングで、ネオの下半身がすごく大きくなっているぞと、SNS で話題に上がるほど、目で見てすぐにわかるぐらい、もう下半身の力がついているというところがわかります。ネオ投手自身もブルペンで投げて、順調に投げられている、先発ローテに割って入っていきたい、まあ、そういったコメントしておりまして、まあ、順調なキャンプインということになっています。 昨年の終盤に1軍で2回先発してどちらも高騰を見せているんですけれども、オフにさらなる進化ということで、直球のスピン量が2200ほどから2500ほどにまで増加しているということで、NPB のピッチャーの中でもこのスピン量が優秀な数値になっています。そしてホップ成分、まあ、浮き上がって見えるような、まあ、そういった成分も昨年から大幅に増加していて、 加えて、まっすらにも磨きをかけているというところですね。まあ、直球を普通に投げると若干カットするというネオ投手の特性があるんですけれども、まあ、そこについても追求していると。村上投手なんかも阪神でこのまっすらを武器にして大ブレイクしています。あとは先発ピッチャーをやるということで,ですね。まあ、タイミングを外す直球と30キロぐらい差があるカーブを投げると。まあ、こういったところにも磨きをかけていて、まあ、今年は大きな成長が期待できるんじゃないかなというような感じになってきています。 現状、中日の先発ローテーションはかなり盤石ではありますけれども、まあ、いきなりローテ入りとまではならなくても谷間で登板する機会っていうのは結構あると思いますので、まあ、その時にしっかりと結果を残して、ローテーションに割って入っていく、そういったところを期待したいと思います。では続いて、ある臨時コーチ、大物 OB の指導で大成長した選手もおりまして、こちらも見ていきたいと思います。高橋宏と投手が今中コーチの指導で大きく進化しています。 臨時コーチの今中さんの指導で踏み出した足が極端に一塁側に開いてしまう。まあ、つまりアウトステップというような感じになってしまって、まあ、一般的には体が開いてしまってボールに力が伝わらなくなってしまうと、まあ、そういったふうに言われています。なので、高橋白郎投手ここの修正を行ったわけなんですけれども、抜け球も出ていたところでかなり球も良くなったというふうに手応えを語っていて、大きな成長が期待できるかもしれません。 立浪監督も直球がシュート回転してしまうっていう課題を、まあ、昨年のシーズン中結構この高橋宏投手について言及していたんですけれども、まあ、この直球がシュート回転してしまうっていうのは、まあ、基本的にアウトステップしてしまうと腕が横振りになってしまってそれでシュート回転してしまうというふうに言われているんですけれども、まあ、そのあたりっていうのはも,もしかしたら要因としてあったのかもしれないですし 昨年は直球の被打率が3割を超えていて、おととしよりも大きく悪化してしまっているので、このあたりの改善ができれば直球の質っていうのも戻ってくるかもしれません。そしてこのキャンプはですね、一番いいボールを投げられるフォームを追求して、まあ、このキャンプを終えたいと、まあ、そういった話もしていまして、まあ、現在はまた過去のように山本義信投手とほぼ同じようなフォームで投球練習を行うというような段階に入っています。 ここから最終的に実戦とかオープン戦、そして開幕してからどういったフォームで投げるかどうかはわからないんですけれども、最終的に高橋宏投手が行き着く先っていうのが一番いいボールを投げられるフォームということになるわけなので期待したいと思います。では続いて、長打力が大きく向上している選手にも注目していきたいと思います。福永選手の長打力が大きく向上しています。 フリーバッティングでは柵越えを連発していて昨年よりも打球に角度がつくようになっているのかなっていうような印象がありますねこれまでのようなライナー性の当たりに加えてボールが高く飛ぶとそういった印象がありますここまでフリーバッティングでは最も成長が見られる選手ですし柵越えというところで見ると一番打っていると言っても過言ではないんじゃないかなとそういった感じでバッティング練習ではかなり目立っています 昨年はホームランが2本ということで、ツーベースなんかは結構出ているんですけれども、スイングに力はあって長打は出るけれども、ホームランの本数がなかなか増やすことができなかったというようなシーズン1年目になっています。一方で福永選手は入団の時にも長打力っていうのが自分の売りというふうにも語っていますから、やっぱりホームランが増えてくれば、福永選手のセカンドのレギュラーの確率っていうのも大きく上がってくると思います。 まあ現状、二遊間はなかなかバッティングで苦しんでいるというのがまあ昨年の現状ですから、福永選手があ,ある程度守備でも信頼してもらえるくらいセカンドさばけるようになって、中澤ホームランも2桁乗るくらい長打が打てると、7番とか8番とかの買い打線の厚みっていうのもかなり出てきますから、中日の現状の課題である得点力不足、ここの解消にもかなり大きなピースになってくると思います。福永選手のここから実践ですね、練習試合であったり、オープン戦での結果にも注目していきましょう。 では続いて今年は大復活するんじゃないかというところが見えている選手についても見ていきたいと思います。上林選手が故障の状態がもう万全でこっから大きく上がってくるんじゃないかというところを期待できそうです。2022年のシーズンにアキレス腱の断裂という大怪我を負って、2022年は開幕スタメンでそっからかなりいい調子を維持していたんですけれども、この故障で出場できなくなってしまったと。加えて昨年もパフォーマンスが回復していなかったというふうにも語っていました。 まただですね、ようやく今年はまあ本来の状態に戻ってくるんじゃないかと、ような上林選手自身の言葉っていうのもありました。シートノックでは、まあ守備でレーザービームを披露していまして、まあバックホームかなり強いボール投げていましたし、バッティングでも強烈な当たりを連発していて、このキャンプで一番目立っている選手の一人って言ってもま過言ではないと、まあ、それぐらいのアピールができていますね。上林選手はこの秋にバッティングの改造、肉体改造っていうところは、まかなり力を入れて取り組んでいて、 キャンプでは今までとは違う自分を見せて驚かせますか、まあ、それぐらいのコメントしていたんですけれども、まあそういったぐらいのアピールっていうのができているのかなという感じですね。まあ、このままの状態を維持できれば、実戦での出場機会っていうのも多く与えられる可能性高いですよね。そして今の調子のまま試合に入っていけば、おのずと実戦とか、まあオープン戦なんかでも結果は残っていくと思います。まあそうなってくると、外野で開幕スタメンの可能性っていうのも必ずしもゼロではないのかなという感じですね。 上林選手と細川選手に関しましては開幕スタメン濃厚ですけれども、残り一つのポジションが、まあ誰になるかというところで、大島選手なのか、ブライト健太選手なのか、ディカーソン選手なのか、ウカイ選手なのか、そして上林選手なのかと、まあこのあたり注目になりますけれども、上林選手にも大きく期待したい。まあそんな感じになってきています。以上です。